オフィシーヌ・ユニベルセル・ビュリーとは、フランス・パリ・ロック・サンジェルマンイコール・デイコール・プレボ・ナ・パルト、通り六番地に本店を構える、1803年創業の、香水、基礎化粧品を取り揃えた、総合美容薬局である。ブランドの休止などを経て、2014年、アートディレクターのラムダント・アミと、美容専門家のビクト・ワールド・タイアック夫妻によって、リブランド、復刻をオープンされた。 上皇氏ジャン・バンソン・ビューリーが18世紀後半から高商品の開発に着手し、1803年、パリのサントノーレ通りにオフィシーヌ・ユニベルセル1号店を構える。当時、香りの開発技術は、秘伝中の秘伝とされ、香水は限られた人間しか持つことができないものだった。バラを愛したジョゼフィーヌ・ド・ボアルネが、新種の花を輸入し、栽培させることに成功すると、 交渉品は一般人にも広まっていった。当時の製造法とは一線を画したビュリーの交渉品は1806年に制定されたフランス民法典に定められた商業活動の自由を得てさらに広がりを見せる。ビュリーは上流士、長考史そして美容専門家としても一目置かれる存在となり、小説家オノレド・バルザックの人間喜劇。 センズで選びパリジェンヌに分類される作品、セザール・ピロトのモデルにもなった。ビュリーが作り上げた、オフィシーヌ・ユニベルセルは、オフィシーヌ・ユニベルセル・ビュリーに名を改め、パリをはじめソウル特別市、ロンドン、東京、ニューヨーク、台北市、香港など、国際的に展開。パリには、ロック、ボナパルト通りにある、サンジェルマン・イコール・デイコール・プレテンのほか、サンク・サントンジュ。 通りに、マレテンがある。マレテンでは、高商品だけでなく、カフェ、ドライフラワーショップも併設しており、19世紀初頭に、エドアールマネやジョルジュ・サンドといった、文化人、社交界の人々のたまり場として、なおはせた1789年創業のグランカフェ、トルトーニをよみを蘇らせた。日本へは2017年4月に上陸した。エビスと大寒山町の中間に位置する、 日本一号店内の内装は雰囲気がま、二つに分かれている。片方は、フランスの木工職人が装飾を施したクラシックな雰囲気で、パリ店のような伝統的なスタイル。そしてもう一方は、コンクリートや面で外からの光を取り込む天井など、ミニマルで洗練された、東京らしいスタイル。その境界線として、陶磁器や漆器の補修方法の金継ぎをイメージした。 金色で、間仕切りの線が引かれている。2018年6月、京都に日本二号店がオープン。外観は茶室にインスパイアされたスキア作り。内装は19世紀フランスのコンペキと金の配色を、貴重とした佇まいを演出する。今後3年で、インショップを含む30店の出店を目指す。構成は3つに分かれている。創業当初の理念を踏襲した。 古来の製法に忠実ながらも改良を加え防腐剤のパラベンやフェノキシエタノール、シリコンなどを一切含まない無添加の製品を取り揃える。原料の香りの広がりと純度を最大限に引き出すため、グリセリンやアルコールなどの香りを妨げるような成分を含まない製法を採用している。クラシカルなカリグラフィーの文字入れも特徴的で商品の箱に 名前や特別な思いをスタッフが刻印するサービスがある。石鹸に好きなイニシャルをあしらえる刻印サービスにも対応。文字は17世紀のフランス人印刷専門彫刻家であるシャルル・マブローが考案した特有の螺旋状に交差するモノグラムを採用。ありがとうございます。